見取り図じゃん。ないでも何度も新井恵里奈に求愛してきた見取り図、リリーだが、ついに新井の本音が判明し、17日深夜放送、見取り図じゃん、テレビ朝日系、にフリーアナウンサー、新井恵里奈が登場。これまで何度もアプローチしてきた見取り図、リリーに対して本音を明かした。GTO ならぬ GTM。今回は、見取り図、森山慎太郎が憧れる俳優、反町隆史の代表作の一つ、GTO、フジテレビ系、の名シーンを完全再現する、GTM、グレートティーチャー見取り図、を放送。バル、反町演じる元ヤン教師、鬼塚英吉が悩みを持つ生徒宅を訪れ、部屋の壁を壊すとともに、生徒の心の壁も壊す名言を送る、名シーンに見取り図と鬼越トマホークが挑戦する。芸能関係の女性、相談内容は伝えられるものの相談者が誰かはわからない状況で、見取り図、鬼越が壁を壊して相談者と対面、名言を告げるという流れ。その相談者の一人は、ある芸能人から一度アプローチされお断りしたのですが、何度もアプローチされていて困っています、という芸能関係の女性。私から、共演 NG を出せるような立場ではない、神様に祈るしかない、と悩みを吐露する。そこで恋愛経験豊富なモテ芸人、リリーが問題を解決すべく、壁を壊していく。壁の向こうから洗い。そうして、リリーが壁を壊した先に立っていたのが新井だった。リリーはこれまで同番組を含め、様々な番組を通じて3度にわたり新井に交際を申し込み、その都度、振られてきているため、新井が悩む相手が自分だと気づき苦笑。顔を真っ赤にして、そんなに嫌やったんや。神頼みするぐらい嫌やったんや、ソトロ。それはほんまにすいませんでした、と頭を下げて場を盛り上げた。視聴者の反応は、森山は、タレント初の公式のストーカーやねん、とリリーを分析。前回、新井が大ファンというミスター・チルドレンを練習、熱唱したリリーに対し、新井から、ナオト・インティライミさんの曲がすごく好きなので、歌われちゃうのかなって、と心配の声が寄せられたため、森山は、金輪際近づけないので、と約束した。バル、この一連のやりとりに視聴者からは、リリーさんの赤面と新井さんのまた歌われちゃうのかな面白かった、困り顔の新井さん可愛かった、と反応。またくしくも、新井と一般男性との熱愛が報じられた直後だったため、今日という日に新井ちゃん出てきてこの悩みはさすがに持ってるわ、と楽しんでいる声も目立っている。